ではこちらの文献について木岡が紹介します。まず概要です。タイトルにもあります通り、この論文はアンスーパーバイズ NLP というものをやっています。名前の通りなんですけど、これまでの、スーパーバイズの NMT っていうのは、いわゆる普通の NMT っていうのはこう対訳コーパスを用いてこうその言語から目的言語 のこう対訳セットデータセットっていうのをこう学習させることでこう機械翻訳を実現したんですけども、アンスーパーバイズ NMT は、そういうのを使うことなくこう機械翻訳モデルをこう学習しようっていうようなアプローチのアプローチです。で、これまでにもアンスーパーバイズ NMT っていうのはこう研究されてきたんですけども、従来の、多くの方法っていうのはその、現言語と目的言語をこう同じ、潜在空間上にこうエンコーティングっていうかするためにそのエンコーダーっていうものを共有させて、言語が違ってもそのエンコード、エンコーダーにからの出力が同じっていうことをして、その出力に対して言語ごとのデコーダーを用意するっていうような方法でやられたんですけども、その言語ごとにこうエンコーダーを分けてしまうと、その言語特有のスタイルだったり用語だったり、あと文構造っていったような特徴っていうのがこう保持しづらいっていうような指摘がされています。で、この論文ではでの提案されているモデルっていうのはそのエンコーダーっていうのを一つだけ言語と目的言語でこう共有せずに2つエンコーダーを用意するすることで、その言語特有の特徴っていうのを捉えられるようなアンスーパーバイズ NMT っていうのを提案しています。で、次にイントロダクションです。先ほど説明したんですけど、アンスーパーバイズ NMT っていうのはもう、従来と同じようなその対訳コーパスっていうのを用いて翻訳モデルを学習訓練させるような方法です。で、アンスーパーバイズ NMT っていうのは、そういうのを用いずに、それぞれ現言語と目的言語の単言語コーパスのみを用いて、訓練を行うっていう、名前、通りなんですけども、で、これも想像できると思うんですけど、もちろんスーパーバイズの方が、学習はこう簡単で、逆にアンスーパーバイズになるとこう困難になっていくっていうのはあるんですけども、その一方でこうデータを用意する際に、単言語コーパスの方が容易っていうのがあります。で、もしその現言語と目的言語っていうのをその同じ潜在空間上にエンコードできれば、そのエンコーダーによってエンコードできれば、あとそこから先は一般的なオートエンコーダーの学習によってこう翻訳が実現できます。例えばこれは別の文献の図なんですけども、例えば、ある言語1と、言語2っていうのをこう想定してるんですけども、そのある言語1の文をそのエンコーダーで入力して、何かこう出てくると、それと同じ意味を持って、言語だけ違うようなこう言語2のこう文を入れてエンコードしてまた出てくると、それがもし同じであれば、そのあとはデコーダーですね、目的言語によってこうデコーダーを使わけて、それを分けるだけでこう翻訳っていうのが実現できるっていう風になります。ただそのエンコーダーを共有させることができれば、完全に共有すればその、言語が違っても、同じ潜在空間上のコンテクストベクターっていうのは出力しうるんですけども、それをしてしまうと、言語特有の特徴っていうのが、保持しづらくなってしまうっていうような指摘がされています。そこでそのエンコーダーっていうのはこう言語によって分けて学習させてかつその、言語によらずというか、現言語と目的言語で同じそう潜在空間上にこうベクトルが出力したいっていうようなものがこの提案モデルの、考え方です。で、次がこうこの論文で実際に提案されているモデルの図です。簡単に説明しますと、この上側ですね、XS って書いてあるのがソースで、XT っていうのが書いてあるのがターゲットです。実際このモデルにおいては別にどっちが現言語でどっちが目的言語かっていう、のはあまり関係がないんですけども、一応原理上、言語 S と言語 T があるっていう想定でこの図があります。で、そうですね、実際であれば、これまでの方法であれば、例えば、言語 S の、XS っていうのを入力して、最終的にここからこう翻訳されたエンコードしてから
エンコードして、まあ、何かこうベクトル獲得して、そこからまあデコーダーでこう出すっていうのがまあ従来の方法で、この XS と、まあ、ここの出力の例えばこうクロスエントロピーとかを取ってまあ最小にするっていうのがまあ従来の方法になっています。ただこのモデルだとまあそうじゃなくて、その言語 S と言語 T、まあ、それぞれまあこうエンコーダーがあって、まあ、それをまあエンコーダーでこうエンコードして、まあ、こう Z です Z、まあコンテクストベクターをまあ出す。でそれはもう言語、入力した言語によらなくて、その、まあ、どちらの言語においても同じ潜在空間上にこうベクトルがあるっていうような状態です。でそこからこう出力したい言語、まあ例えばこう言語 S からを入力するってことはまあ翻訳したわけなんで、まあ、もう片方の言語 T のためのデコーダーを使って、まあ、逆にそう、言語 T をこう入力した時は、まあ、その対になっているまあ言語 S のデコーダーを使ってこう出力するっていうような形です。で、まあ、実際このモデルをこう学習するにあたってこう一度にこう全部学習するのではなくて、こう部分部分要所要所こうネットワークをこう分けて学習します。と最初はまあ この部分だけを持って学習します。と、まあ、この部分だけを見ると、まあ、言語 S のまあ文を入力して、まあ、エンコーダーに入力して、まあ、その出力、まあ、コンテクストベクターをまたこうデコーダー言語 S のデコーダーに入れて、まあ、こう出力を出すっていうような形です。まあ、同じ言語なんで当然こう入力と出力っていうのが同じになるようなこう学習っていうのを行います。なんでまあ これはまあいわゆるオートエンコーダーって言われる部分ですね。でこうそれはまあ言語 T においてもこう同じで、こう入力し言語 T の入力からこうエンコーダーデコーダーとしてまあ入力と同じ出力を得るようなまあオートエンコーダーの学習を行います。でまあ、ここからがまあ従来とは違う方法なんですけど、このまあ言語 S とか言語 T とかのエンコーダーの出力っていうのを、あのここにこう D1 っていうのがあるんですけど、これがディスクリミネーターになっていて、まあ、ここでこうあコンテクストベクター Z っていうのがその言語 S なの、言語 S のまあ文をエンコードした結果なのか、言語 T の文をこうエンコードした結果なのか、その Z がですね、 Z がどっちなのかっていうのをこう判断するようなものをこうここに用意してあります。で、これの学習はまあこう、まあ、ガンで行って、その、エンコーダーっていうのはその言語によらないような出力をするような言語によらない出力をするようなエンコーダーになるように学習して、逆にこう判別機の方はその どっちからのエンコーダーの出力なのかっていうのをこう判別するようにします。まあ、これなんでするかって言いますと、その、まあ、エンコーダーの出力っていうのがその普通に学習するとそのある潜在空間上の、例えば言語 S の場合はこの潜在空間上のこの辺に集まってて、言語 T の場合はここに集まってるってなってしまうと、こう欲しいベクトルじゃないっていうか、その同じ潜在空間上にあるっていうふうには言えなくなってしまって、その単純に同じ空間上に言語 S が集まる、言語 S のエンコーダーの出力が集まる部分と言語 T のエンコーダーの出力が集まる部分みたいなのが分かれてしまうと、まあ、それはコンテクストベクターの空間を共有しているとはいないので、まあ、ここでガンを使ってそのどちらの言語かっていうのが見比べず、あの、分かりづらいような出力をさせることで、まあ、結果的にその潜在空間をこう重ねるっていうか、同じ位置にともに位置するようにっていうような学習を行います。で次がこう実際の翻訳部分の学習なんですけども、これはこの、まあ、あくまでこうこれはアンスーパーバイズなので対訳のデータを使わずに、その 言語 S の文を入れて、目的言語 T のデコーダーを使って出力して、これがこうあれですね、まあ、この出力っていうのはこう目的言語 T の文が出てくるのがまあ理想なんですけども、その単言語コーパスと比較してこう機械翻訳の出力なのか、この目的言語 T の単言語コーパスが取ってきた文なのかっていうのを ここでもまたガンを使って学習して、まあ、より自然な出力になるような微調整っていうのを行います。まあ、これはまあもちろん反対側も同じです。で次が、まあ、そうですね、あのその学習を行う上での、まあ、工夫なんですけれども、その今エンコーダーとデコーダーっていうのは今の説明だと完全に別々なんですけども、まあ、実際は同じ潜在空間上に出したいっていうものがあるので、そのエンコーダーのまあ最後の数層とデコーダーの最初の数層っていうのをこう重みを共有してあります。なんで、まあ、エンコーダーとしてはまあ完全に別というわけじゃなくて、こう最後の方の重みと最初のエンコーダーの最後の方の重みとデコーダーの最初の方の重みっていうのは共有されている
ていうような状態にして、まあ、潜在空間をこうあの 言語が違ってもまあ同じようなところに置こうっていうような工夫っていうのはここです。であとはまあ、エンコーダーっていうのはまあこう、まあ、別にはなってるんですけども、そのそこに入力するエンビディングっていうのはその言語にそのそれぞれ完全に別のものを使うのではなくて、そのそのクロスリンガルなエンビディングっていうのを学習して、クロスリンガルなエンビディングっていうのを作って、まあ、それをエンコーダーに入力するっていうのを行います。まあ、具体的にはこう下に書いてあります。で、実際に学習を行う際なんですけども、先ほどこうオートエンコーダーのような学習を行うっていう風な説明を行っていったんですけども、まあ、実際単純にオートエンコーダーを学習してしまうとこう単語をコピーするだけのものになってしまって、その内部構造っていうのを一切捉えない学習を行ってしまうので、まあ、入力にノイズを加えて、まあ、デノイズオートエンコーダーを学習させるっていうことを行ったり、あと現言語から目的言語にこう翻訳した後それを逆翻訳させるっていうようなことを行って、まあ、理想的にはその逆翻訳した結果っていうのは最初の入力と同じになるはずなんですけれども、まあ、それが一致するようなより一致するようなより一致するのをこう良しとするような学習っていうのを行います。まあ、これがバックトランスレーションです。で、ここで使ったあのデータセットっていうのがこちらです。この3つとももともとは対訳コーパスというか、まあ、一般的な、まあ、スーパーバイズ NMT とかを学習させるときに使うデータセットなんですけど、まあ、ここではその英語と、まあ、フランス語とか、まあ、ドイツ語とか中国語っていうのをこうそれぞれ その現言語側のデータと目的言語側のデータっていうのをこう完全に分けて、まあ、単言語コーパスとして利用します。まあ、これは過去の研究と、まあ、比較するためにこうデータを合わせるっていうためにこうやってます。で、クロスリンガルエビディングの学習っていうのは、まあ、下の論文に詳しく書いてあるんですけども、その小数のこう、あれですね、単語あの、まあ、こう目的としてはその、まあ、言語にその現言語と目的言語でこう同じこうエビディングをこう使うっていうことなんですけども、まあ、実際にはその、まあ、それぞれ別に学習あの目的言語と現言語で別々にこうエンビディングを学習した後に、まあ、その片方からもう一方へのこうあと同じこうエンビディングの空間へのマップっていうのをこう行います。まあ、こう実際はあれですね、その単語と対単語、この単語はこういう単語に翻訳されるっていう少数のデータを持っておけば、まあ、それのマップっていうのをこう学習できるんで、まあ、それによって実現しています。でこの提案手法をの、まあ、こう効果を確認するための、まあ、ベースラインとして用意しているのがこの3つで、こう一番上っていうのがこう、まあワードバイワードトランスレーションで、まあ、単純に辞書を使って、まあ、単語ごとにこう置き換えるようにしてこう翻訳を行うっていう方法です。で、下のがあの、まあ、これはアンスバーバイズ NMT の手法なんですけども、そのエンコーダーデコーダーでその現言語と目的言語でこう同じものを使うっていうような方法です。で、まあ、一番下っていうのがこう、まあ、いわゆる、まあ、いわゆる普通の、まあ、スーパーバイズドな、まあ、方法で、まあ、これが、まあ、これにどれだけ近づけられるかっていうのが、まあ、この結果の、まあ、この結果は、まあ、そういうために、まあ、見るために用意されているものです。で、ここからが結果です。これは、横軸があの重み共有する層の数ですね。0っていうのがこう共有じゃなくて完全にこう別に用意する、あ違いますね、あと0にすると、まあ、完全にエンコーダーっていうのが、あそうですね、あの これが、重み共有する層の数で、まあ、こう見てると一番こう1の時が多い、あの一番ブルーのスコアが高くて、逆にこう共有する場所を増やしていけばいくほどこうだんだん下がっていくっていう結果になってます。共有をこうマックスまで増やすってことは、つまり、まあ、全部共有しているということで、つまりこれはもう同じエンコーダーってことなんで、まあ、これは従来手法のことを言ってるんですけど、まあ、従来手法ではまあここまで下がってしまうのを、まあ、こう層の共有をまあ全部じゃなくてこう1に抑えることでこうブルーを上げることができるっていうような結果がここに分かっています。で、この
改善の差なんですけど、この、まあ、色が各こう大役なんですけども、あ、各言語対なんですけど、その例えばこの一番小さいこの緑とかだと、まあ、英語と、まあ、フランス語で、まあ、言語としてそれほど遠くないものに関してはこう小さくなって、逆にこうこれらのような、まあ、ドイツ語とか中国語のような場合においてはこう差が顕著になっていくということが分かります。これはこう言語の特徴が違うのにこう同じエンコーダーを使ってしまうことによってここまで下がっているというような考察がここでされています。それがまあこうエンコーダーを分けることによってまあここまでこう改善するというような結果です。で次がこう実際にこう翻訳タスクとして見た時のまあ評価です。と一番上がこの、まあ、さっき言った、まあ、スーパーバイズドなんで、まあ、一般的な翻訳におけるこうブルースコアで、まあ、その下がこう単語ごとにこう辞書を使って翻訳するやつで、こう、上から3つ目がこうエンコーダー、まあ、同じエンコーダーを使って、まあ、スーパーバイズドに翻訳をするモデルで、まあ、一番下がこの提案手法になっています。で、まあ、他と比較するとまあ大きくなっているんですけども、そうですね、まあやっぱりスーパーバイズに比べるとこう届いてないっていうような結果になっていて、こうこれまあさらにこう改善する余地があるっていうことが分かります。で次がこうこのモデルに加えられた工夫がまあいくつかあるんですけど、それを各要素をこう欠落させていって、まあどれだけ結果が下がるのかっていうのをここで確認しています。でまあ一番重要なのがやっぱり重みの共有で、これは重みの共有っていうのをなくして完全になくしてしまうと、もう完全に別のエンコーダーになってこうエンコーダー出力の潜在空間っていうのは完全に別になってしまうので、まあ、そもそも前提が崩れるっていうので、まあ、これは必須になってるんですけども、まあ、その他の、まあ、こう工夫についてもこう、まあ、エンベリングの、まあ、工夫だったりとか、あとまあガンですね、そのガンでその同じエンコーダーの出力をこう同じ潜在空間に持っていくっていう効果がっていうのがこう大きく働いているっていうのがこの結果が分かります。で最後にコンクルージョンです。とこの論文でそのエンコーダーっていうのをこう言語ごとにその分ける場合と、そのまあ従来と同じこう同じ一つのエンコーダーを使う場合なので、両方実験を行ってこう単一エンコーダーを使用した場合のこう問題点についてこう示しました。またそのあれですね、その別々のエンコーダーを使う際にこう最後の層、エンコーダーの最後の層とか、あのデコーダーの最初の層っていうのを重みを共有することによって、重みを共有することによってこう改善するっていうような手法をこう提案しました。またその実際にそのモデルを使って、まあ、翻訳によってそのブルーがこう向上するっていうのをこう実験しました。また、まあ、スーパーバイズドとこうブルーを比較してやっぱり改善の余地がまだあるっていうので、筆者らはそのこうアンスーパーバイズドな、まあ、データ で、あれですね、単言語コーパスっていうのをこうもっと活用する、例えばそう言語モデルをこう組み合わせてみたりとか、まあ、統合情報をこう組み込んでみたりっていうようなことをで、まあ、よりこう単言語コーパスを活用したいっていうふうに書いてありました。またその、まあ、順序ですね、その単語 の時間的な、まあ、順序情報っていうのをこうより強化するようなモデル構造について、まあ、強化するような方法をこう探すっていうふうにありました。以上で発表を終わります。